県が浜松市中央区の遠州灘海浜公園篠原地区に整備する予定の新野球場。県は基本計画として規模やコストが異なるドーム型と屋外型の3案を提示し、浜松市長時代からドーム案を推してきた鈴木知事も、県議会開会日の所信表明で協議の前進に前向きな姿勢を示していました。今後、公園を含む全体的な利活用の構想として、野球場を含む周辺のまちづくりやにぎわい創出、県と浜松市の役割分担、民間活力の活用などについて新たな協議会を設置し、改めてしっかりと検討してまいります。そうした中、今日開かれた県議会の建設委員会、県の担当者が4月に実施した3案に対するパブリックコメントの結果や今後の整備の進め方について説明したほか、懸念点として挙げられている建設コストについて、物価上昇率などを考慮した令和7年度を仮定した数値と話しました。一方、委員からは、県が新たに設置する協議会について、詳細が定まっていないと厳しい指摘がありました。それ選んでいくわけでしょ。協議会を設置するってことはね、その協議会は何のために作って、誰がメンバーに入って、その権能は何なの、その協議会で出た一定の結論を出すのか出さないのか、出した場合にはじゃあ市と県と違った場合どうするのか、そういう位置づけがね、まだこれから浜松市と相談して決めていくってわけでしょ。だけども協議会の設置ってことは本会議の答弁でもこういう資料にも踊ってるわけですよ。じゃあその協議会っていうのはやっぱり多くの人が期待するわけですよ。協議会の内容につきましては今後、しっかり詰めていきたいと思っています。協議会の中でどこまで決めるかということも含めまして、その中でしっかり整理したいと思います。県は今後、国への事業認可の申請と並行して協議会を開き、野球場案の絞り込みを目指す方針です。